い、どうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日はこちらでございます。はい。解決していく未解決事件。はい。はい。で、今日はですね、本当に近々で重大ニュースが、入ってきておりまして、というのがですね、とある未解決事件が、今まで進展が全然なかったものが、ここに来て、被害者が分かったっていうニュースなんですね。被害者が分かった、事件っていうのがですね、はい、ボーイズ・イン・ザ・ボックスっていう事件なんですよ。豊島の方でね、一度ちょっと取り扱ったと思うんですけれども、まあ、アメリカの方では結構有名な未解決事件の一つとして紹介されておりまして、はい、まあ、子供が段ボールの中に殺されて裸の状態で毛布にくるまっているっていう事件なんですね。で、それをまあ通称ボーイズ・イン・ザ・ボックスっていうふうにあちらの方では言っているんですけれども、なんとその事件、今までずっと被害者、もしくは犯行の殺人犯、まあ殺人犯っていうか、殺人かどうかもわかんないんですけど、被害者、加害者などそういった情報が全く進展がなかったものが、なんと3日前ですね、12月8日に分かったということで、ちょっとニュースになってるんですよ。なんでちょっとその辺のお話をしていこうかなと思うんですけれども、まずそのボーイズ・イン・ザ・ボックスっていう事件がですね、いつ頃あった話なのかというと、1957年なんで、まあ、もうだいぶ前の話ではあるんですけれども、アメリカのペンシルバニア州、フィラデルフィアで起こった事件なんですよ。で、この通称アメリカズ・アンノン・チャイルドなんていう別名でも呼ばれてたりするんですけれども、まあ、フィラデルフィアの北東部で不法投棄された段ボールの箱が、あったんですよ、はい、でその中に、まあ、さっき言ったように男の子らしき遺体が入っていたと、でその遺体っていうのが4歳から6歳ぐらいというふうに推定されているんですけれども、全裸で入っていると、でその遺体の至るところにそのあざがあったりとかするっていうことで、まあこれは生前になんかいろんな激しい虐待を受けていたんじゃないかとか、まあいろんなそういう憶測とか、まあ情報が出てはいたんですけれども、結局のところ司法解剖とかして、頭部への打撃が直接的な死因とか、死亡後に散髪されてるとか、死亡した数時間前に何も食べていないというようなことは判明しているんですけれども、結局誰がやったのかっていうのはずっと分からずじまいで今に至っているってことなんですよ。で、まあ、この事件が明るみになったっていうのが、まあ、この事件の情報を得ようと警察がその子の顔写真みたいなものを作成したんですよね。で、その顔写真がまあ至るところに巻かれて、で、まあ、みんなそれに対してこう興味があって食いついていって、で、あらゆるところからいろんな目撃情報とか、まあこういったような話聞いたことがあるとかっていう近所の人がまあ警察に送ってきてくれてるんですよ。なんですけれども、まあ情報があるにはあったんですけども、それで有力な情報があまりなくて、逆に捜査が混乱してしまったのか、まあ見つけることは結局できなかったと。で、何よりまあ不自然というか不思議だったのが、いつまで経っても行方不明の届けが出ていないということなんですよね。なんでそれが顔写真まで出ていたにもかかわらずそれが出なかったっていうのも不思議だし、まあ、その後いろんなところに、まあ、この事件があった近く、近辺から始まってすごい大規模な調査をしたにもかかわらず出てこなかったということで、まあ、未解決事件そのまんま、お蔵入りっていう感じになってしまったという話なんですよ。で、ただ、まあ、有力情報としてあったのが、その、男の子が入っていた段ボールがある企業のものだったんですよね。で、その企業のものっていうのが、J.C. ペニーという、まあ、デパートみたいなところなんですけども、そこの系列の箱を使ってるから、はい、じゃあその J.C. ペニーっていうものを調べりゃいいじゃんっていう話なんですけども、まあ、そんなの至るところにやっぱりあるものなので、うん、それだけではちょっと、捜査で進まなかったということなんですけども、はい、ここでちょっとオカルトっぽい話が入ってくるんですよ。っていうのが、まあ、この事件ね、いろいろな人が調査してるんですけども、その中でも観察医務員の男性職員っていう方がいて、で、その方も生涯を通してこの事件を追い続けるんですよ。うん、なんですけど、この方が、ま、いろいろ手を尽くして捜査した結果、まあ、なかなかいい情報が得られなかったんですけど、唯一、
すごいいい情報かもって得られたのが、なんと霊能力者に頼んだことなんですよ。で、まあ、この執念深くその事件を追っていったところで、まあ、ある霊能力者にいろいろアドバイスをいただいたら、それがかなりいい情報だったらしいんですよ、ね。的確だったんですよ。的確だったんですよ。で、これは、もしかしたら本物かもしれないってことで、その方のアドバイスをもとに、とある場所に行き着くんですね。それが、児童養育施設だったんですよ。うんうん、で、そこに、まあ、調査に行くわけなんですよ、ね。うんうん、で、行ったところ、なんとそこで、さっき言っていたデパートのゆりかごみたいなやつが、見つかったりとか、うん、遺体がくるまれたって言われていたその毛布みたいなのが見つかったりとかっていうことで、うん、これはかなり怪しいんじゃないかということで、結構そこもね、調べ尽くして、うんうん、で、まあ、証言とかもいろいろもらうんですけど、それもまあ、事情聴取したところ、まあ、白になったというか、うん、いや、結局はそこ捕まらずだったわけなんですよね。だからここも、かなり惜しい、怪しいっていうところまで行ってるんですけど、うん、結局は、証拠不十分みたいな形で捕まっていないっていうことになってるんですよ。なんか情報元を言えない時に霊能者って使うみたいね、中に。あ、本当に霊能者の時もあるんだけれども、うん、なんかちょっとあまり危ないグレーとか、捜査途中で違法なことしちゃってたりとかするとね、その言えないからね。その時は霊能、なんでここまで来たんですか、っていう時に、霊能者っていう言葉を出しちゃってた時もあったっていうのは、聞きますね。まあそうね、そういうやり方だったのかもしれないね。もうかなり切羽詰まってたみたいなので。そうそうね。ずっとね、追い続けてたから。っていうのもあったりとか、あと、他にもいろんな目撃情報あったりで、謎の M という、匿名規模の女性からもたらされた情報がかなり信憑性があるような話だったりとか。プリプリ。違いますけどね。M の、曲の話だよね。消せないアドレスじゃないの。まあまあ、あれも M だけど。M のページを指で撮っただけの。その方ではないと思う、ね。あ、じゃなく。多分それより前に、出てるはずなんで。じゃあ、白か。うん。プリプリは。でも、その方が言うには、少年の名はジョナサンって言っていて、うん、で、1954年に、まあ、虐待癖のある M の母親が、少年の生みの親から買い取ったみたいなことを言っていると。うん。でも、まあ、ちょっと身内でそういうような人がいて、うんうん、それの情報を隠していたから、まあ、匿名希望で出しましたみたいな感じだったんですよ。で、これもかなり信憑性ありそうな話ではあったんですが、うん、結局のところ、まあ、事情聴取とかをしているうちに、うん、まあ、これも、不十分だなという感じで、結局は捕まらず。で、まあ、最終的にやっぱりさっきも言ったように、被害者の男の子の情報が、まあ、出てこないということで、暗礁に乗り上げたんですけども、なんと、さっき言ったように、うん、65年前の遺体から身元を特定したという。それ、すごいよね。ですよ。すごいことでしょ。だって、60年、70年前の事件を、今そのなんか解決に向かわせるみたい、解決だとは言わないけれども、身元がわかるってさ。そうそう。もう言ったらもう特に時効みたいになってるわけなんですけど、うん、だって関係者も多分亡くなってるじゃない。そう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 。だけれどもやっぱりその子を追うことによって、そのなんかその子の名前でもね、うんうん、分かれば供養もなんかできるから、うん、俺そこはすごい感動というか、その子に対してだけれどもいいなって、偉いよね、そう、その子も浮かばれるというか、うん、名前だけね、そういうことによって。で、もちろん今言ってたように、うん、なんでじゃあその見つかるに至ったっていう経緯がちゃんと発表されていて、うん、まずですね、その、フィラデルフィアの死刑のダニエル・アウトローさんっていうのが会見を開いていて、うん、少年の名前をまず言うんですね。で、それがジョセフ・オーガスタス・ザレリちゃんっていうことをまあ言っていて、はい、で、当初そのジョセフちゃんは、うん、無縁墓地に埋葬されていたんですよ。うんうん、で、1990年代後半に掘り起こされて、DN 鑑定を実施した上で改めて埋葬されて、うん、で、墓にはその、米国の身元不明の子供というふうに刻まれていたと、うん、なんですけど、この時の DN 鑑定では身元特定に至らずに、うん、なんですけど、ここ近年技術が進んだっていうことも受けて、2019年に再び遺骨を掘り起こしてるんですよ、うん、で、またその掘り起こしたので DNA の鑑定結果をデータベースに入力していて、うん、で、その後専門家の協力を得て母方の親族を特定するんですよ。おー、すごいね。で、さらにそこから実母を特定した上、うん、この女性が1953年に産んだ子供の出生記録を発見して、で、ジョセフちゃんが
53年に生まれたっていうところまで突き止めたんですよ、うん、で記録には父親の名前とかも記されていて親族の DNA 鑑定によって父親の身元も特定されたと、うん、つまり出生記録までたどったことによってお母さんとお父さんまでいやよかったねたどり着いたっていうことなんですがお墓作ってあげてほしいよちゃんと名前入ってるやつそうね、うん、でこれもだからちょっといろいろ問題があるんじゃないですか、うん、まずそのなんでその、行方不明の届けを出さなかったとか、ね、まあその犯人が誰なのかっていうのはまだ分かってない状態ではあるので、うん、両親の名前は伏せている状態にはしているんですけども、うん、兄弟が何人もいるというふうにも述べていると、で状況的に栄養失調だったというふうに見られていて体には細菌と過去に受けた外傷もあったと、うん、でこの子が短い障害で誰も絶対に受けてはならないような恐怖を体験したのは明らかであるというふうに述べていて、うん、なんでまあそういったところから今度はさらなる容疑者に特定の方までいけるんじゃないかっていうことでこのニュースが終わってるという段階なんですよ、はいはい、いやすごい話だこれだからすごいっすよね今になってその65年前のものとかで、ね、被害者を特定して、うん、そこからまあ母親とか父親とか、うん、でもうそこからまた辿っていけば容疑者につながる可能性があるってことなんで、うん、なんか誰のためにやってるってさもちろんその自分の捜査の力がこういうものだっての見せつけるためでもあると思うんですよ、うんうん、だけれどもまあその子のためにもなってるっていうのがそうだしねすごくなんかちょっと感動というか、うん、まだまだね忘れ去られてなかったんだなって思えるっていうこういう話はいいですね、うん、なんかプリプリとか言ってたらほんまダメですよまあでも、うん、まあそれはねM っていう人がいたっていうところだけで言ってましたけどもでもねこれは他にも2020年に、うん、ポン・ジュノのね、うん、殺人の追憶って映画があったと思うんですけども ありましたね、あの映画ってファソン連続殺人事件っていう実際にあったその、うん殺人事件をモデルに、はいまあ、撮ってる映画なんですよ、うん、でそれ もうずっと34年ぐらい捜査してたのに何にもまあ、うん結局犯人特定まで至らなかったんですけど、うん、それが2020年になってまた犯人が特定できたっていうニュースがあったりとかするんですよ、うんすね、だからそういうのもあるから、うん、やっぱり科学の進歩で未解決事件って今後どんどん分かっていくようになっていくのかもなって思ったんですよね、うん、そうですねでなんかまたちょっとその殺人の追憶の話で言うと不思議な気持ちになるのが、うん、殺人の追憶のラストシーンって、うんうん、主人公が急にカメラ目線になるんですよ、うん、最後ね最後、うん、すごい不自然なカメラ目線で終わっていくんですけど、うん、それがその犯人が見つかってないから犯人に向けてお前のことを探してやるぞみたいな意味合いでつけてたんじゃないかって話なんですよね、はいはいうん、でなんとその殺人の追憶が捕まった犯人が受刑者だったんですよ、うん、でずっともう前から捕まってて他の罪で捕まってたんですよだからその事件とは関与していないと思われてたんだけど、うんまあ、それで分かったんですけどそれが受刑者でその牢屋の中で殺人の追憶テレビで見てたそうなんですよ、うん、だからあのラストシーン、うん、犯人に向けてやってたっていうのを犯人が見てたんじゃないかっていうそっかすごいなんか感慨深いそうね、うん、話だなと思ってダーティーハリーもそうですもんねあそうなんだダーティーハリーもなんかもともとなんか殺人犯かなんかをモデルにしたのがあるんですよ、うん、じゃその犯人が捕まってなかったんですけど、うん、俺はこんなんじゃねえっていう風に、うん、なんかコメントを残したみたいな確かありましたよね違いましたっけダーティーハリーじゃないっけダーティーハリーかないや、うん、ちょっとわかんないなんかそんなのあったような気するんですけどなんか映画ってやっぱすごいんすねいやそうそうだから、ね、そのポン・ジュノ監督もね、うん、まさか自分が生きてるうちにそういうことが分かるとは思わなかったみたいなこと言ってるんですけど確かにねだからそうなんかちょっと数奇な運命だなとも思いますけど残そうかなじゃあ俺も今何を残すの犯人に向けて俺がさ、うん、高校時代工業高校行っててねわなんか、うんうん、工業高校行ってる時に俺がクラス行ったらね、うん机と椅子のボルト全部ネジ外してて、うん、バラバラになった状態であったのよ、うん、教室にねバラされてそうでそれをさ、うん、女子生徒とか男子生徒とかがそのまあ机だったもの、うん、椅子だったものを踏んづけながらさ、うん、こう移動してたのよ、うん、辛くってさ、うん、誰やねんあれやったの
ボルト全部外してバラッバラにしたやつ、あ、工業高校らしいな、ふーんじゃないよ。あれ本当に事件ですよ、あんなことしたら。事件ですね、マジで。俺あの、先生が新しいの持ってきてくれるその、三次元目、うんうん、三元目まで、うん、俺もう机椅子なしでやったからな。もうじゃあ。マジで。それをでも、まんまそのまんましてたんだね。そうですよ。先生とかも。あ、まあ工業系なんで、まあその移動教室とかもあって、受けたのって、一元暮らしだったんですけど、うんうん、もうそのままでしたね。じゃあ、ちょっとそれ、うん、それもね。見てるか。いつか科学が進歩したら、そうですよ。見つかるかもしれない。うん、追ってくれ、誰か、うん。俺のボルト外し事件。ボルト外しの追憶で映画をね、そうですよ、出して、じゃあ。で、俺がもう来た。ラストシーンね。ラストシーンずっとね。はい、いいと思いますよ。いいじゃないですか。っていうね、だから未解決事件が、ま、ここ、うん、これから先、意外なので、なんかわかるのかもしれないなという、うん、いいですね、まあ、なんか巧妙みたいなのが見えたという。面白い。未解決事件は全部嫌いですけど、こういうのはすごい好きです。なんか解決に向かっていってるとか、っていう情報を出すことによって、その見てる人らも、ちょっと意識したりだとかね、うん、なんかそういうのがあったりすると思うんで、未解決事件自体はなんか面白おかしく取り扱うの嫌いだけども、うん、これはすごいいい話ですよね。いい話、すごい。抑止力にもなるし、しましたね、単純に絶対に捕まるんだっていう。そうね、のがね、だからね、うん、のらりくらりとなんかやってるやつもいるかもしれないですけど、うん、まあ結果捕まるぞっていうね、そうですよね、話でございます。面白い、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、我々サブチャンネルやっております、としみな T チャンネル、そちらも登録お願いします。はい、お願いします。さらにニコニコチャンネル、としぼりの秘密クラブ、こちら会員制でやっております、こちらもお願いします。お願いします。我々1億人突破を目指しております。はい、1億人突破しましたら、こちらまあ先ほど言っていたようにですね、うん、もう非常に価格の変化が目まぐるしく、すごいですよね、またね、上がっているので、うん、どんどん進化していって、進歩していって、うん、僕らも僕らで民間で作ってもいいと思うんですよね。どういうことですか？ラボみたいな。ラボ、うん、なんかもうその解決したいものを受注して受けたまわるみたいな。だからオカルトのそうそうということよね。オカルト的にも解決するとか、うんうん、まあ確かにオーパーツがほぼほぼなんかガラクタアイテムとかしてるじゃないですか。いろんなね、技術科学とかもちょっとだけどえっていうような、うん、もうなってってる。科学でやるとね、とか、うんうん、いや近年のものかい、作り物かいとかね、うん、そういうのは確かにね、まあだからあの、うん、秘匿はしますよ。あ、はいはい、これは言わない方がいいなっていうのもあると思いますから、うん、確かに、ね、それはあのこうドクロスカルクリスタルスカル、ね、クリスタルスカルとか、ね、あの辺はもうほっといてあげるとか、ほっといてあげる、皆さんもねぜひこういうのをやってほしいっていうのがあればね、そちらに持ち込んでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。